鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ファイナルの A4000 というイヤホンに挑戦したいと思います。それじゃあやってみましょう。これです。A4000。日本のブランドですけれども、以前コメントでもいただいてたと思うんですけれども、ちょっと気になっていたメーカーの一つ、ファイナルをちょっと実際に、試してみたいなと。はい、これです。こうやって、実は一回開封取ったんですけども、俯瞰カメラを回すのを忘れていて、再度今撮ってるところです。で、こうするとですね、はい、本体が入っているキャリングポーチと、キャリングケースかと、イヤーピースが入っているケースですね、この2つが入っているということで、このイヤーピースはですね、今1個つけてるんですけども、最初はここに全部セットされてましたね。で、1,2,3,4,5 全部で5種類、大きい方から小さい方まで、自分に合ったものを選べるということです。で、右と左がこの中の、スリーブの色で、イヤーチップの脇から見てもやんわりと右か左かが分かるという設計になっているようですね。それで、これが本体、ファイナルというロゴが入っている、シリコンベースのキャリングケース。その前にこの A4000 というのは、F コア DU というダイナミックドライバーと、ボイスコイルが30ミクロンの CCAW という、導線なのかな、コイルを使って、最小限の接着剤も最小限のものを使ってですね、可動部分を徹底的に軽量化しているということです。で、このケーブルは、OFC ケーブルということ、ということですね。それで、はい、で、このキャリングケースの中に、本体が収まっているという、この下にはちょっとペラモンが、ちょっとペラモンが1枚入ってるだけです。それで、色としてはちょっと深いブルーの色をしてますよね、黒ではない。で、これがこんな感じで入っていると。で、最初はイヤーピースはついてないので、自分に合ったものを選んでつけるということになってます。これが OFC のケーブルで、ただ 3.5 のアンバランスなんですよね。以前からこのイヤホンのレビューをするときにはバランスケーブルを使って、で、しかも同じものを使おうということで、 TRN とか、これですよね、 TRN とか、あとアンティームのショー DD とかですね、のバランス接続で、確認しているので、今回もこのバランス接続ができるかどうかっていうところを、ナイス CHK の銀メッキの、バランスケーブルなんですけれど、これがさせるかどうかっていうのが、どっかでちょっとさせないっぽいようなことが書いてあったような気がしたんで、ちょっと気になっていたんですけれど、ファイナルに刺さっているケーブルを一度抜いて、こう中身をよくちょっとこういうふうに見ると、2ピンケーブルですけども、ピンのスリーブって言ったらいいのかな、にスリットがちょっと切られてるんですよね。曲線が間違わないようにということで、業界標準の規格なのかどうかはちょっとわからないんですけれども、ナイス CHK の2ピンがこうなってなかったらちょっと刺さらないなと。調べてみたら、見えますかね、スリットが入ってるのが分かりました。なので、ここに差し込めば
ナイス HCK のこのピンっていうのは、あの曲線を間違わないようにこのポチがついてるんですけれども、スリットもこれてます。これ左用です。ポチをですねイヤーピース側にするとちょうどスリットが合うようになってます。これでえいとうまく刺さることが分かったんで、あこれならばと同じケーブルで比較テストができるなということでですね、左右両方ともでポチを内側にしてよしと、これ赤い方です。こういう感じで、刺すことができました。なのでこれで、テストをしていきたいと思います。ただエイジングが必要なので、このままエイジングに入っていきたいなという、まあ、エイジングはですね、こう iPhone につないでやるとちょっと常に置いとかなきゃいけなくなるんで、ナイス HCK の 4.4mm のジャックなので、全ダックの 4.4mm に、差し込んでですね、でエイジングをかけていきたいと。ファイナルのサイトには150時間から200時間っていうふうに書いてあったんで、まあ、なるべく長時間、まあ150は、まあ、100から150ぐらいはちょっとやって音を確認してみたいなというふうに思います。じゃあこれからエイジングに入っていきたいというふうに思います。ということでですね、ファイナルの A4000、ちょっとエイジングに手間取ってましたけれども、100時間以上やったので、まあ、これで大体いいんじゃないのかなと、いうことで、視聴してみたいと思います。あ、それとエイジングしてる最中に途中でノイズが出始めて、音が出なくなったんですよ。でこれですね、フィオの OTG ケーブルが、原因だったようで、この、Amazon で見つけた、ライトニング OTG ケーブル SL4 っていうのを代わりに使ってます。なんか銀メッキの撚り線を使っている感じでですね、ちょっと音が変わったような、なんか低域がよりはっきりしたような感じもしますということで、これを使って視聴をしていきたいというふうに思います。アンプはフィオの K3、でケーブルはナイス HCK の、銀メッキのバランスケーブル C24-2 というやつですね。 4.4mm の、2ピンのケーブルです。それで iPhone に接続をしてですね、フォープレイをちょっとから聞いてみたいと思います。ベストもので24bit の 96kHz のものがこれ引っ張り出して、ちょっと聞いてみたいと。解像度が今までになく、このアルバムで聞いたことのない解像度だなという感じがしますね。ギターのバッキングもそうだし、ベースのチョップの音とか、かなりハイグレードな感じ、ソフトな中でしっかりと音の高い密度ですね、こう出てくるっていう感じ。あとボーカルものも結構入ってるんだけれど、チャカカンのフィーチャーした曲なんかも今までよりもベースボーカルがしっかり聞こえるっていう感じですね。生々しくね、まあ良かったかなという感じが、いつものようにフォープレイのシルバーやっぱり聞かないと、でそうしたらですね、もう出だしから
シンバルが左右から聞こえ、あれこれ左右から聞こえてたっけなみたいなぐらいで、とてもとても、あとスネアのロールもね、なんか今までちょっと気がつかなかったかもしれない、ロールがよくわかるようになってたし、何曲か後のですねプレシャスメタルってとっても静かな感じの曲だけども、たくさん音がこう出てくる、静かな中にギターのリフが左右からこう、寄せてくるとか、ブレイクの後の、静寂のところか生ギターの主旋律がね、出てくるところとか、すごく品位の高い音だなっていう感じがしましたね。なのでここまで聞いてきたら、アンティームのショーディーディと比較しなきゃいけないなということで、これですね、ショーディーディ、同時に聞いてみました。でそうしたらですね、ショーディーディの方が、ちょっとモコッとした感じ の音だなっていうのが、A4000 の方は低域はだからちょっとショーディーディよりは、ちょっと控えめなんだけども、少ないっていう感じじゃなくて、しっかりとベースの音もはっきり聞こえるし、だから、A4000 の方に、慣れればすごくフラットな音だなっていうことと同時に、ベースもしっかりと聞こえてくる、全体的にソフトな感じではあるんだけれど、解像度が上がっていて、いろんな音がこう聞こえてくるっていう、とても品位の高い感じだなと、かなり質が高い。なので、続いてですね、で今のフォープレイはこれは、24ビットの 96kHz の音源ですね。で同じ24ビットなんだけど、ジェネイの方はですね、441の、音源なんですけども、しっかりとしたやっぱり音で、とても自然で生々しいって言ったらいいのかな、低域も抜けてない、太めっていうほどでもないんだけども、低域もちゃんと出てくるボーカルの音で、だから息遣いなんかがすごく感じられる。しかも周りの音もわーっとか熱く周囲をこう埋めてくれるっていう感じ で全体的にしっとりしてるっていう感じですよね。奥行きがなんかわかる感じ、さっきのフォープレイもそう言われるとやっぱり 奥行きもあったかなっていう感じがしますけども、このボーカルものはさらにその奥行き感が感じられるなということで、とても立体的に音が聞こえてくると。ショー DD でもですね、奥行きを感じたんですけども、さらにその奥行き感、左右とかね、前後の奥行き感っていうのが、感じられたなと。なので次にやはりこれを聞かなきゃいけないなということで、アリアナグランデも、24ビットの音源ですけれども、24ビットは441だったと思いますけども、弦が綺麗だったし、それからあとボーカルがとても、やはりこれもジェネイと同じようにです、自然で広がって、から低域から高域までフラットに聞こえてくると。でコーラスをユニゾンでたくさんコーラス、それからあと多重的に使ったところが多いんですけれども、重なってる一つ一つの音がはっきり分かるような感じ、それから細かい音もしっかりこう、拾ってくるというのかな、でやはりボーカルのささやくような声とかがすごく魅力的に聞こえてくるっていう感じがとてもしました。ジェネイと同じように息遣いが分かるっていう感じですね。でなので、次にはですね、ベイビーフェイスも確認をしました。のっけからあれハイハットがこういう風になってたのかなって、今までとあこういう音があったのかっていうところの新しい発見、さっき のアルバムたちも、結構新しい発見がいろいろ音的にあったけども、ベイビーフェイスもそういう発見があったと。で低音もすごくいいし、もう声がそこから聞こえているっていう感じだし、あと周りの余韻もちゃんと出てくる。でボーカルとそれからそのバック
エコーの音っていうのかな、残響の音がはっきりと区別して聞こえるようになったしっていう感じですね。なので次に、これも24ビットの 96kHz の、音源ですけれども、1曲目がなんかハイレゾの表示がないんですけれどもね。で2曲目からは 96kHz 24ビットそこからねしっかりと。でやっぱりバックの広がりっていうのは大きいなと、音空間も広いなと。で残響がちゃんとしっかりと返ってくるし、落ち着きのある音の中で奥行き感もある音の中で、音の粒立ちもちゃんと、得られたかなと。そんなところかな。こんな感じで、いろんなアルバムをね、聞いてみましたが、まあ、全体としてしっとりした感じの中で広がりがあって奥行きがあって、でそこに加えて解像度が高いと、今までないような音もこう発見すると、という感じでですね、特に中高域のその音の粒立ちが、顕著だなっていう感じがしました。で低域もちゃんとしてるんですよね。ベースの、音もちゃんとくっきりで、そのベースラインとかベースの音程もよくつかめるっていう感じです。しっかりと音を、より以上に引き出しているなという感じです。なのでいずれにしてもですね、今までの iPhone で聞いた音では一番クオリティの高い音を聞かせてくれたなというのがこの A4000 の、率直な、まあ、感想と言ったらいいのかな。あと耳へのフィット感も結構いいですよね。ショー DD はちょっとフィット感が、デザインとしてこういう円筒形ので、それに比べるとこう耳をしっかりとこうカバーするような形で、しかも R が取れてるので耳に当たって痛いとかそういうことはないということで、フィット感もとてもいいなと。でちなみにオリジナルの 3.5mm のアンバランスのケーブルも確認したんですけれども、ケーブル自体はすごく軽量で、装着感も、軽くていい感じなんだけども、やはりその広がりとかと解像度っていう意味では、このケーブルの方がですねクオリティは高いという感じがします。ということで、まあ、今までにない、クオリティを iPhone で、とてもいい感じでと聞くことができたなと。まあ、十分エイジングもしたので、まあ、その結果かもしれないですけどね、ということでですね、ファイナルの A4000 プラスナイス HCK の 24-2 という、銀メッキの、バランスケーブル、そして、フィオの K3、 それと、ここの、OTG ケーブルはメーカーはちょっとはっきりしないんですけども、SL4 というこのOTG ケーブルで、確認をしてみました。結構この OTG ケーブルなんか良さげな感じですね。ということでですね、いかがだったでしょうか。まあ、これからもちょっといろいろこんな形でですね、いい音をこう追求していきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。ということで、この Vlog ではですね、Apple をはじめとした、新しいデジタルテクノロジーについて、気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録をお願いします。また面白いと思っていただきましたらば、高評価の方もよろしくお願いします。ということで、それではまたお会いしましょう。